どうも、こんにちは。ヘブ版まとめです。今回はヘブンバンズレッドイベントストーリーを実況していきたいと思います。じゃあ、始めようか。なあ、アリシア、一緒に踊ってくれないか？私には足がないから無理よ。なら、椅子に座ってでいい。あなたはどうするっていうの？アリシアの手を取り、その周りをくるくる踊り続ける。それは一緒に踊っていることになるの？ならないか。でも僕は工芸家だ。いつか車輪がついた自由に動き回れる椅子を発明してみせるよ。ずいぶんと時間がかかりそう。そうだね。うん、すごくかかるかもしれない。でも待っていてほしいんだその頃には私は忘れていそう。それが時間というもの。そうだね。でも僕はずっと覚えているよ。だってアリシア、君のことを。31A にはこれからサバイバル訓練を受けてもらうわ。え？サバイバル？なんで？セラフ部隊は様々な場所へ出撃するわよね。うん。でも出撃先で事故がないとも限らないわ。例えば万が一ヘリが墜落した時、救助が来るまで生き延びる必要がある。そんな事態に備えてよ。うへー、そんなものとは無縁の暮らしをしてきたのに。太平洋に浮かぶ軍管理の無人島に直ちに向かってもらうわ。装備はまとめなくていいのか？必要ないわ。水、食料含め全て現地調達してもらうから。本当にサバイバル生活じゃん。そう言ったでしょ。あとセラフ及び電子軍人手帳の使用はキャンサー船以外は禁止よ。キャンサーも出るのかよ。遭難先が安全とは限らないわ。いつ襲われても対応できるよう十分注意しなさい。とはいえ今回はサバイバル訓練が主体だから、夜に軍がキャンサーを放流するわ。何そのシステム。放流するキャンサーには安全装置がついているから死ぬことはないわ。昼間は拠点や食料、水の確保に当てなさい。体調を整えられずキャンサーに敗退しないように。訓練は72時間よ。3泊4日の日程ね。4日後の朝に飛行用のヘリが到着するから、それまで生き残ってみせなさい。では訓練開始よ。ヘリポートに向かいなさい。まあ、私らって天才の集まりじゃん。そういやそうだったな。普段そう感じさせてくれないから忘れてた。ちゅうことは誰かが何したらええかも教えてくれるわけやな。はあ、安心した。アウトドアとは縁遠い暮らしだったから。そうね、情報活動とも正反対。座して待ちましょう。6人が座して待っても無駄に時間が過ぎゆくだけだからな。ロッカーに何を求めるってんだよ。ハッカーもだわ。サイキッカーも文明あってこそや。ゲーマーもゲームあってこそ。情報はインテリジェンスな情報に関してのみ活かされるの。そもそも陸の上にいませんでしたし。あれ？エリート揃いのはずなのにサバイバルスキルゼロの集まりなの？まあだからこそこんな訓練を強いられたんじゃない？そうだな、
いきなりこの6人でサバイバル本番を迎えていたら死んでいたことになるだろうからな。司令部もドローンで見張っているようだし、死ぬことはないんじゃない？まあな。どうする？とりあえずぐるっと一周島を回ってみようぜ。まあそれが妥当だな。虫とか蛇がいそうで怖いから開けた場所に出たい。確かに刺されたり噛まれたりしても治療するものが何一つここにはないもんね。浜辺のようだな。ほう、無人島の浜辺というのもおつなものだね。ここだったら少なくともヘビが襲ってきてもわかるわね。野生動物の類も。結構人工物が落ちてるな。木材とかもあるで。漂流物だろうな。あれ？これってビーチボールじゃない？息で膨らむ。よし、これ使って3対3に分かれてビーチバレーしようぜ。入隊したての競い合った頃を思い出すわね。おいタマ、こっち来。向こうボコボコにしてる。ルカさんのチームに入っていい？もちろん。じゃあ私も。つうことは私は相川と国見のチームか。じゃ、行くよーん。よーん。言うなや！サーブ打つんやろ！とっとと打て！へい！弾、行ったで！お任せあれ！砂に足取られとるやないか！よし、サービスエース！最先いい！じゃあ、次行くよーん。よーん。言うなや！サーブ打つんやろ！さっと打て！てい！任すとき！よっしゃ！アタック決めるから、タマ、トス頼むで！トスってなんでしょう！とりあえず、向こうに返しておきますね！なあ！チャンスボールが行ってもうた！チャンス来た！任せて！ルカさん、アタックは任せた。無駄に元から運動神経は良かった。さらに訓練と作戦で酷使され、鍛え上げられたこの肉体のパワーを今解き放つアタック。それを拾うのがうち。すげえ、あのアタックを上げやがった。だが後ろにだ。タマ頼む。めぐみさんが繋いでくれたボール、負傷私め決して落としはしません。同じ過ち。ルカさん、ナイスアタック。うんうん、私は何事にも手を抜かない、常に全力なだけさ。すみません。気にすんな、次行こう。任せろ、ペイ。よっしゃ、勝利。くそ、負けた。すみません、ここまでのようです。だからってそないなごまかし方ダサいで。そうです、正々堂々やりましょう。
もう一セットやる？次はルカさんのアタック。負傷私めが手をしてみせます。もう一度言う。ゲームオーバー。え？一斉にこっちみんな。怖い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 。ユッキーが雄たけびあげるからじゃん。落ち着いて言い直す。こんなに体力消費しまくったら夜のキャンサー戦負け確でゲームオーバーだから。私にはその画面が見えてたから。ビーチバレーには勝ったよ。ビーチバレーで勝ってもキャンサーに勝てねえと意味ねえんだわ。そういや動いて喉が渇いたな。誰か水ちょうだい。それどこにあるんだよ。水ならいっぱいあるじゃん。ほら、海水は飲んだら死んじゃうから。え、なんでなん。私も知りたい。お前は知ってろよ。立場的に私だって詳しくは知らねえけど、人体には塩分濃度が高すぎて害悪でしかねえんだよ。虚構でもいいが、漂流してるやつが海水飲んでるの見たことあるか。あれはそういうことだったのね。バカか。そうでした。元艦長のこの私が迂闊でした。喉が開きました。そのお前が一番無駄に体力使ってるからな。あとなんでトス知らないのにディグは知ってたんだよ。知識の偏りが激しすぎるわ。どうやったら水は手に入るんだろう。海水でも蒸留すれば飲めるはずだが、火を起こす必要がある。ライターもないのにどうやって。こっちが聞きてえわ。電池で調べるのも禁止なんだよね。対キャンサー以外に使うのはルール違反だ。そもそもここじゃ基地のデータベースサーバーに繋がらねえから調べられねえよ。映画で見た記憶だけど、木の板を置いてそこに穴を開けて弓矢みたいな棒を必死に回転させていたような。そんなんで火起こるん。摩擦で発火させる方法だろうな。そんな原始的なことしなくちゃならないの。しなくちゃ飯にもありつけねえからな。あのめぐみさんのサイキックを使うのはルール違反ではないのでは。それだ。何が。本人全く自覚ねえじゃねえか。めぐみ、火花散らすぐらいはできるよね。そんなお茶のごさいさいや。だったら火種を起こせる。とりあえず乾燥した木くずを集めるべきだ。はいはい、ビーチバレーなんてやってないで働け。水と飯のために木くずを集めろ。リーダーぶってるが、私の言ったことの復唱に過ぎないからな。これぐらいで大丈夫ですかね。量としてはな。あとは本当に相川が火種を起こせるかどうかにかかってる。言うたやろ、お茶の子さいさいて。ただな、精神集中のためにしばらく瞑想が必要や。わかった。がおたけびあげるからじゃん。なんでサイキック能力のない奴らまで瞑想してんだよ。しかもその準備の瞑想中の相川の気までそらしちまったじゃねえか。それはユッキーもじゃん。それは悪かった。火が起きた後のことを考えて動くべきだ。なんやねん、もっぺん瞑想に入らせてもらうぜ。はいはい、めぐみ以外は瞑想しないで働け。火が起きた後のことを考えて動け。また私の言ったことの復唱に過ぎないからな。海水を蒸留するってことはお鍋みたいなものが必要なんじゃない。よく気づいてくれたな。それが2つないと蒸留はできない。
一升瓶は落ちてるけど使えない？蒸留した真水を入れるのに必要だな。こっちも一升瓶発見です。やたら漂着してるわね。うん、こっちでも見つけた。どんだけ集まるんだよ。これで10本目か。そんなにいらねえんだけどな。10本、ということはピンにできるな。よし、これ使ってボーリングしようぜ。てい。3本倒れました。ビーチボール軽いな。けど次はアジャストしてスペアを取ってみせる。てい。残り1本ということは9本です。あー、惜しかった。立て直してくるね。次はユッキーだぜ。言っとくけどボーリングなんてやったことねえからな。おりゃ。はい、ガーター。あれだけ頼りになるユッキーがガーター。実は運動音痴だった。笑える。くっそ、次は全部倒してやるよ。そりゃ。かすった。1本。やったー。くっそー、何これ楽しい。あのユッキーに勝てちゃうかも。立て直してくるね。次は私ね。実は得意なの。えい。なんとストライク。やるじゃねえか、つかさっち。言ったでしょ、得意って。放課後一人で暇つぶすのによく言ってたの。平均スコア160以上よ。え、マジかよ。意外な特技持ってんな。くそ、勝てる気がしねえ。でも勝ちたい。立て直してくるね。ここまで。おたけびあげるからじゃん。また無駄に体力使って夜のキャンサー戦で負け確でゲームオーバーなんだわ。またも私にはその画面が見えてたんだわ。いや、そうなってるのはこのサバイバルのせいで、私にすらその知識がまるでないからか。ユキさんのせいで誤解ですね。もうユッキー、私一人のせいかよ、ひでえな。にしても喉乾いた。誰か水くれへん？そのためにお前は集中してたんだろ。なんでこっち来んだよ。戻って頑張って火起こせよ。せやったな。はいはい、ボーリングなんてやってないで働け。鍋を探せ。伐採でも調理でも使える。ありがたい。
おい。フライパンだと思うのだけど、使えるかしら？ああ、十分だ。小さいけど、貝？とりあえず取っておくか。はあ、ねえ、ここって…ベコベコにへこんでますが、使えそうな一斗缶が見つかりました。でかした、おたまさん。おい。じゃあ、めぐみんのところに戻ろう。え、本当に火が起きてる。すごいです、めぐみさん。言うたやろ、お茶の子さいさいて。ものごっつい爆発を起こして、自らも吹き飛んでしばらく気を失っとったぐらいや。そんな力あるなら戦闘に使えよう。火を消さないように、ここからは慎重にな。薪をくべなくちゃ。そんなものすら用意できてねえぞ。みんな枝を拾ってこーい。これだけあれば十分かしら。いいんじゃない。おお、すげえ燃えてきた。ええやないか。あれ、この長くてまっすぐな枝と火を使えばさ、ファイヤーリンボーダンスができるじゃん。ええやないか。やったりましょう。これぐらい余裕。え、ゲーマーなのに何その柔軟性。よっと。まあこれぐらいなんてことあれへんな。まあ確かにこれぐらいなら全然いけるな。皆さん柔軟だ。次行きます。この体型はリンボーダンスに有利なはず。くさっし。すみません、ここまでのようです。楽しいからじゃん。なんならルカ、お前が破れ去って落ちてるセラフすら見えたから。悪い冗談やめて。何度もそうなるぐらい羽目を外してるからな。
老化装置を安定させるための台座も石で作れよ。はいはい、働け働け。お前が一番何もしてないからな。これでほっときゃ必勝瓶の中に水がたまるはず。お、ちょろちょろ出てきた。あの、すごく喉が渇いてるんで、いただいていいですか？一番小さいもんな。最初に飲みな。小さいのは関係ありませんが、ほくり回復。水の次は食料だっけ？そうだよ。夜にはキャンサーが放たれるから、空腹じゃ勝ち目ないぜ。魚でも釣る？道具がないだろう。素潜りで捕まえんのは？そんなことができる自信があるやつは名乗り出てほしいものだ。じゃあ森の方行ってみる？蛇がいるんじゃ。それすらわしは食う！一応タンパク質で栄養価もあるしな。わーい！エビさんなんか食べられない！絶対嫌！ユッキーの食欲が怖い。私だって嫌だわ。森の中なら木の実が取れるんじゃねえか。栗とかあったら最高じゃん。甘栗集めちゃいましょう。甘栗は調理されたものだからな。取れるのはただの栗で、せいぜい火を通すことしかできねえからな。他に野いちごやあけびなんかもあるかもしれないわね。よし、フルーツ集めてフルーツタルトにして食おうぜ。さあ、フルーツタルト。生地の材料は全くないかな。なかなかに鬱蒼としてんな。かき分けながら進むしかないか。木はあるが、葉っぱばかりで木の実らしきもんは全くなってねえな。今何か鳴き声が聞こえませんでしたか？野生の動物かよ。厄介な相手じゃなきゃいいけど。襲われてもセラフ使っちゃダメなんだよね。ルール違反になる。うちに任しとき。サイキックで丸焦げ。だからそんなパワーあるならキャンサー相手に使えよ。ん？視界が開けるぞ。何？この広場。なんか建物の跡のようなものがあるぞ。調べてみっか。ユッキー、何か分かった？ほとんど崩壊してるけど、間違いなく住居だったはずだ。かつては人が住んでたってこと？向こうにも似たようなのがあるし、そうだろうな。あ、何かが立ってる。人の形をした何かだな。近づいてみよう。石でできた彫像みたいだな。下半身は未完成か？うん、細かく彫り込まれてる。ちゃんと完成してる。つうことは、人ではないな。なんや言うねん。下半身が完全に魚の尾びれ。それって、人魚だ。しかも体をひねって、両手を広げて、なんだか踊ってるようにも見えるな。空想上の生き物を崇めるのは珍しいことではねえよ。古代信仰では特にな。そんな古代の遺物には見えませんが。じゃあ神塚が趣味で掘ったんだろう。そんな物好きが暮らしてたっちゅうんか。こんななんもない島で。
何食べてたんだろう。木の実か、あるいは釣りして魚だろうな。ということは、探せば釣り竿とか釣り針があるんじゃない？可能性としてはあり得る。じゃ、みんなここで一旦解散。釣り道具を探せ。釣り道具を見つけなくては。元艦長の艦がこっちだと言っている。これは食べられでもするのだろうか。ごやこれは何かに使えるのか？ごやー！これは間違い！美しい！何しとんねん。目の下の汚れが気になりまして。釣り道具探さんと上で死んでまうで。さっきとは違う鳴き声。めぐみさん、今のは何の鳴き声でしょう。何も聞こえへんかったで。そうですか。声だった。聞こえた方に行ってみよう。これは何かの入り口。濃い霧、ここだけそんな露天温度。音が聞こえた方に行ってみよう。また鳴き声。近づいている。私のセリフだ。何の用だ。私はそのたまたま立ち寄っただけと言いますか。そうか。
風邪でも引いてるんですか？だったらそんな水辺にいないで上がってください。近寄るな。その足どうしたんですか？見てしまったか。貴様、この足をどう思う？すごく傷ついて見えます。それだけか？もっとおかしな点はないのか？こう言っては失礼ですが、足に見えません。何に見える？巨大なお魚さんのようです。その通り、これは尾ひれ。わしは人魚なのだ。人魚さん、実在していたのですね。怖がらないとは不思議な人間よ。でもそれにしては鱗がまばらすぎでは。オイルと剥がれ落ち、こうなる。千年も生きてきたのだからな。千年も？そうよ。人魚は長寿なものでな。でもやっぱり病気なのでは？背中さすりましょう。そんなおせっかいはいらぬわ。しかしこの奇怪な姿を見てもそのような言葉を投げかけてくるとは、珍しい人間よ。これでも元艦長ですので。艦長？海で船をどう動かすか指示を送るのがお仕事でした。だったらなおさら人魚など憎き存在のはずなのにな。艦長時代に人魚に迷惑なことをされた記憶はありません。なので人魚も私にとっては人間と等しい存在です。人間か。何か嫌な思い出でも？人間のせいでわしたち人魚は滅びるのだよ。人間が何か悪さでも？ああ、しこたまされたよ。結果わしがその最後の一人よ。他に人魚さんは？もうおらんよ。そして千年生きたわしの寿命も尽きようとしているのだよ。それはもう療養をしても無駄ということでしょうか？人間とて百歳を過ぎて延命処置などできぬだろうに。そんな。にしてもお前は興味深いやつよな。どこがです？あって間もないのにこの老いた人魚の言葉を信じているところが。こうして存在していることは事実。それに嘘をつくような人魚さんにはとても見えません。なかなか見どころのある人間よ。だがもう放っておいてくれ。静かに消えていきたい。しかし、少しお話だけでもさせてもらえないでしょうか？なぜ？人間のこと悪く思ったままでいてほしくないと言いますか、今よりは健やかな気持ちになってほしいと言いますか。少しの時間ならいいだろう。ありがとうございます。その前にまずお前は人魚に対する知識がどれだけある？そもそも実在しないと思っていました。こうして実在するだとしたら、艦長時代に船を沈めることもある妖怪さんだという話だけは聞いたことがあります。人魚にそんな力はないし、人を恨むような心も持ち合わせてはいない。だったら心の優しい妖怪さんですね。そう、人魚は優しい。優しすぎるから
寿命が千年あっても滅びるのだろうな。そうなんですか。アンデルセン童話の人魚姫の話を知らぬのか。すみません、知りません。あの物語では寿命は300年とされているらしいが、まあなんというか半分人だから、人に恋する生き物なのだ。お魚には恋しないのでしょうか。上半身が人ゆえ感情は人と同じなのだ。そうだったんですか。人魚は人に恋し、そして人魚ゆえに恋に破れる。人にとっては人魚、所詮ただの化け物なのだからな。このわしもそういう仲間を幾人も見てきた。よしておけと引き止めても人に恋し破れ、失意の底に沈む。そしてその相手のことを考え続け、自分より寿命の短い相手が死してもなお思い続け、衰弱し死んでゆく。すごく一途なんですね。一途と来たか。そんな発想など今の今までなかったわ。わしから言わせればただ盲目なだけよ。なぜ神はこのような不完全な生き物をお作りになったのか、今でも不思議で仕方がない。そう考えると我々は失敗作なのかもな。滅ぶにふさわしい種なのかもしれぬ。そろそろ海水に戻りたい。干からびそうだ。あの、何か今からでもやりたいことはないですか？よければお手伝いします。すべてやり終えたよ。なんせお前たちと違って千年も生きているのでな。であれば話の続きをまた明日もさせてもらえないでしょうか。この老体に鞭打ってまた岸に上がってこいというのか。大変なご無理とは承知です。気が向いたらな。それでは。お大事に。タマ、自分どこ様やっとったんや。人魚さんに会ってきました。夢でも見てきたんか。それより、もん見っけたで。釣り竿が？ちゃう、タケノコや。はい、タケノコ。ようわからんけど、地面から顔出しとった。タケノコって勝手に生えるものなの？知らねえよ。でもこの島の住民はこれ食ってたんだろうな。煮てメンマにできる。調味料がねえから味付けできねえわ。生でも食えるであろう。食ってやろう。うまーい。ビービー。マジかいな。どれ。にが、えぐみえげつな。どんな味覚しとんねん。えぐみは煮たらなんとかなるんじゃない。とりあえず今日の夕食はこれを煮て食うか。もう日も暮れてきてるし、できるだけ持って浜辺に戻ろうぜ。そういえばこんなものを手に入れてきました。巻き貝？食料になるのか。じゃあそれも持って帰って一緒に食べよう。カレリンの見つけた包丁、なかなかよく切れるな。なんか足りねえ気がするんだよな。これだけじゃ不満だって？
ユッキーは贅沢だな。サバイバルなんだから仕方ないじゃん。別に食べ物に不満を言ってるわけじゃないんだがな。串代わりになる枝を集めてきました。皆さん、お一つずつどうぞ。サンキュー。その枝もスッと通るぐらい煮えたみたい。食べ頃だな。じゃあ、いただきます。シャキシャキの歯ごたえ、えぐみのあるメンマだ。えぐみがあったらメンマじゃねえだろ。どれ。アク抜きとかしなきゃならなかったんじゃねえのかこれ。確かに歯ごたえだけはメンマ。空腹だけは満たせそうやけど。お玉さんが手に入れてきたものも食べてみようぜ。どのように調理を。茹でてみた。身は小さいけど美味しそう。どれ。まるで青春のようなほろ苦い味だ。お前の青春華やかだったはずだろう。まあ腹にたまるなら食わないよりマシだ。手塚よ、キャンサーを無人島内に放流したわ。これを撃退しなさい。来よったで。お腹いっぱい、やる気もいっぱい。そりゃ頼もしいな。ああ、行くぜ。メンマと貝のおかげだな。まずかったが、腹は満たされていたからな。ただ、あればかりじゃ持たないわ。まあ、なんか見つかるだろう。なかなかに厳しい訓練だな。時間もわからないけど、疲れたし寝るか。そうだな。で、え、どこで？え？私言ったよな、なんか足りねえ気がするって。それって何だったの？拠点となる寝床だよ。このままここで寝たらダメなの？サバイバルで吹きっさらしで寝てるやつなんて見たことあるか。くそ、こんなに遅いともう何の手立ても講じれねえ。雨が降ってるわけでもなし、平気やろ。兵士としてはこれぐらい何の園です。どうなっても知らねえからな。じゃあおやすみ。気絶でもするかのように寝やがった。ねえ、どうする。寝るしかないんじゃない。しこたま疲れたからうちも寝るで。そうしましょう。そうするしかねえな。
ジマジマジバンバンうさい蚊がどんどん血を吸っていく。しかも寒い砂浜なのにこんなに冷たくなるの。全然眠れない。見ろ、ひでえことになったろ。寝られたのかしら。意識だけは一瞬失ってた気がするけど。浅い眠りしか取れなかった。至るところがかゆいかゆいかゆい。寝る前より疲れたな。ひでえことになってんじゃねえか。完全に同意だが。だったら今日は寝床を作るしかねえな。また漂流物を探すか。テントとかあれば手っ取り早いのだけど。そんな都合よく流れ着いているわけないよね。かゆいかゆいかゆい。いつまでかゆいかゆいかゆいってなってんだよ。我慢しろよ、元館長だろ。殺人現場を覆い隠すようなブルーシートを見つけた。でかした、おたまさん。それで雨風はしのげるな。それだけであの寒さもしのげるのかな。昔の映画では旅人は馬小屋の藁の上で寝るのが相場、そういうのが必要なんじゃない。そうだな、下に枯れ木でも敷き詰めればマシかもな。喉乾いたな。なんや、もう水あれへんで。上流には時間がかかるし、6人分の水分量はまかないきれねえのか。そんな、干からびちまうよ。飲む量を決めてみんなで分け合おう。この水はわしのもの。近づいたらこの包丁でその喉かっ切ってやる。水は全員のものだろ。生き抜くにはそんな仲良しこよしではいかない。水の管理はわしがさせてもらう。飲みたければ働け。なんだよ、そのパニック映画で出てきそうな仲間割りして仕切ろうとする悪役的なキャラは。そんな、すまん、ここまでや。ゲームオーバー。え、だから一斉にこっち、みんなまた夜まで持たずゲームオーバーになるわ。その画面がまた見えたわ。まあどうせ寝床作るとこだったしいいじゃん、動こうぜ。喉乾いたままかいな。とにかく柱となる木材は集めよう。それならいっぱい落ちてたし、すぐ集まりそうね。ロープや縄の類も一緒にな。結ばないと隙間ができて蚊が入り放題だ。すでにかゆかゆかゆい。なので手遅れではありますが、あるに越したことはありませんね。じゃあみんなここで一旦解散。木材とロープを探せ。木材とロープを見つけなくては。元館長の勘がこっちだと言っている。文句のつけようがない木材、素晴らしい。はい、
これをロープと呼ばずして何と呼ぶのか。 This is ロープをゲット。もっと。いざ。よし、これだけあれば十分だな。で、これらをどうすんねん。三本をこうやって組んで縛れば安定はしそうだな。それが柱ということね。ロープを切るのは任せて。まあ、お前しか包丁持ってないからな。効率よく作業してからみんなにも回せよ。果たすと思ったか！ちょっとと働け！いつにも増して最高だな。そっち目いっぱい引っ張れ。はい。で、結んでっと。はい、完成。大変だったわね。めっちゃ、いえ、めちゃんこなのかわきました。まったく、少し飲ませてやろう。やったー。うちは？お前はまだまだ元気が有り余っとるだろ。すまん、ここまでや。これでもか弱い乙女やで。その前に訓練積んだ兵士だろ。じゃあちょっと休んだら食料を探しに行こう。あれ、お玉さんは？さて、どこでしょう。隠れてやがるのか。こいつは見つけ出さなきゃな。隠れるところ予算あるからなかなかむずいで。テントの後ろは、いないわ。残念。中にもいねえな。揃いも揃って無能な奴らよ。ズバリ木の上じゃ。まさか、そんな簡単に見つかるとは。気配を察知することなどたやすい。しかも消すこともない。カレンちゃんが消えた。次はカレンちゃんを探すのね。やったろやないか。今、木と木の間を何かが舞ったような。まさか、そんな猿みたいな動きを。バッチだ、急げ。見っけ。やるの。ずっとお前らの後ろについていたのだ。次は私が隠れるな。あいつも一瞬で消えよったで。不思
とっくに見たな。見つけてみせましょう。すみません、ここまでのようです。ゲームオーバー。ルカさん見つけました。いや、今の脳幹だよ。ユッキーが雄たけびあげるから何かと思って出てきただけだよ。じゃあかくれんぼの続きするな。またすごい勢いで消えよったで。あいつ体力だけはお化けだな。ショックに見たま。見つけてみせましょう。すみません。はい、ゲームオーバー。もういいよ、全員こっち見ろ見ろ見ろ。こんなしょうもないことで体力使うな。夜のキャンサー戦負け確でゲームオーバーだから。またその画面が見えたから。使うなら食料集めに使え。また喉が渇いて奪い合いになっても知らねえぞ。せや、水。今の今まで遊んでたやつに飲む権利などあると思うか。働かざる者は死ね。わしはいただくが。お前も一緒に遊んでたろ。じゃあまたタケノコを取りに行くか。人魚の彫像が目印だから助かればね、あれ。なあ、食いもんやないけど骨董価値のありそうなもん見っけたで。え、なになに。めっちゃ凝った巨大な円盤。すごく細かい模様。なんとなくマガマガしい。裏側は錆び取る。なんもあれへん。元はツルツルやったんやろ。つうことは鏡だぞ。きっと青銅でできた。それってすごく昔のものじゃない。ああ、何百年前の代物だよ。こんなクソ重いもんで身だしなみ整えとったんかいな。まあ姿見もバカでかいじゃん。いや、この時代の鏡は自分を映すものじゃなく神器として扱われてたはずだよ。神器って何ができるの。魔除けや念を込めたまじないとかだ。人魚の彫像にまじないのための神器。この無人島謎だらけね。まあどっちもただの過去の遺物だ。気にすることねえよ。それより食い物探せ。せやな、どうせ来ないのも今となったら価値あれへんやろしな。彫像の涙のような汚れを拭いた時、どうして誰にも聞こえなかった鳴き声が聞こえたのか。いさなわれるようにあの岸辺にたどり着いたのか。そして出会ったのか。そうだ、行かないと。まだ来ていない。来てくれるでしょうか。あ、水音。文字通り胴体に鞭打ってきたぞ。すみません、わがままを言って。ご無理でしたらいいんですよ。無理も何もない。もうじき生きたい。海の木屑となって消え失せる存在だ。こういう仲間は幾度も見とってきたからわかる。そんな。お前が悲しむ必要はない。千年という天寿を全うするだけなのだからな。
千年という時は人の寿命から考えると想像を絶するか。はい、人間の10倍ぐらいの寿命となりますから。なぜ人魚はそんなに寿命の違う存在に恋するのだろう。不思議でならない。そしてことごとく失恋した。そうした人魚は心を閉ざした。話しかけてももう返答がないのだ。そう考えると人よりも人を愛す生き物なのだと言えよう。長い長い時間そのままの状態で過ごす。立ち直ったものなど一人として見たことがない。海流に任せてぼーっと揺られているだけだ。あの状態は人で言うところの、ああ、なんと言ったか。そう、廃人だ。そのようなものだ。何も摂取しようとせず、痩せ細っていくだけ。そんな仲間を、幾人も見取ってきたせいかもしれん。わしは一時、人を憎んだよ。わし以外の人魚は、人を恨むようなことはない。わしだけが変わっていたのだろう。これ以上仲間の心を奪い去るなと思った。人にだけは恋するなと説得して回ったこともあった。その度、厄介なババア扱いをされたものだよ。わしだけは人に会わず生きてきたのだ。こうしてここでついにお前に出会ってしまったがな。それはたまたまだ。久々に酸素を浴びるように欲して陸に上がっただけ。そんなにたくさん喋ってもらわなくて大丈夫です。あの、私から人間側の話もさせてください。うむ。かつては80億人以上いましたけど、今はもう。それは外宇宙から飛来した敵によって駆逐されていってるからです。なんと、生物界の頂点であった人間たちが。そうなんです。今や人類は窮地に陥ってるのです。かつての裕福な時代は過ぎ去りました。その外敵は海にはいませんので、人魚さんはご存知なくて当然です。ですが、ようやく人間も対抗できる武器を手に入れました。私もそれを扱う兵士の一人です。反撃の時が来ているんです。毎日頑張ってコツコツと生存権を取り戻している最中なんです。皮肉なことよの。何がです？わしが元気だった頃は、わしの仲間を廃人としていった人間たちが、わしらが滅びようとしている今、窮地なことによ。それがもっと早く訪れていれば、わしらは滅びずに済んでいた。そこまで人間を。今まさに、お前が東方に覚えている感情と同じだ。あ、すみません。とても軽率な物言いを。気にするな。もうすぐ木図となり、消え失せる存在。
大丈夫ですか？大丈夫なものか。見よ、この血を。わしの内臓は、もうボロボロなのだよ。その、もっと楽しい話をしませんか？そうだな。何か話してくれ。聞いている。私の所属しているサイチエという舞台のお話をさせてください。うむ。なんだそのメッツは。そんな奴らが人間を救おうとしているのか。滑稽なことこの上ない。舞台長からして自称クレイジーですからね。面白い、まこと面白い。こんな笑ったのも久方ぶりだな。100年ぶりぐらいか。そんなに長く？この100年ずっと一人だったのだから当然だ。人間にとっては長いのか。1000年も生きていると時間感覚はないに等しくなるような。ずっと同じものを見つめてきた。泳ぐ魚の群れに揺れる海藻、たまに荒れ狂う海面、繰り返し繰り返し、それがずっと続いていくものだと思っていた。だがそれも終わる時が来るのだと知ってからは、むしろ心は安らかだ。わしはもう疲れているのだよ。長く生きすぎたのだ。恐れなどない。せいせいする気持ちでいる。だから心配などするな。そうですか。そろそろ海水に戻る。あの、また明日ここに来ます。は、わしは死んでいるかもしれんのだぞ。待ちます。待ち続けます。好きにせい。皆さんの元に戻る前に食材を見つけなくては。元艦長の艦がこっちだと言っている。発見。この色を摘み取らせておくれ。
の花っぽい野草を発見。取っておこう。スタンドプレイかいな。人魚さんに会っていました。この像が動き出したっちゅんか。あ、この彫像、顔があの人魚さんに似てる気がする。誰かがあの人魚さんのことを考えて彫った。そうとしか考えられない。でも人とは会ったことがないと言っていた。千年の中で一度も？そんなことあるのだろうか。タマはなんか食材見つけたんか。こっちはタケノコしか見つからんかった。こんなものを手に入れてきました。とりあえず鍋にぶち込んだら食えそうやないか。今日は十分アク抜きをしたタケノコを切って食べる。ふん、刃物の扱いは任せておけ。どんな殺人鬼だよ。じゃあいただきます。ほぼメンマ。味のないメンマ。味がなかったらメンマじゃねえだろ。どれ。本当に味のないメンマじゃねえかよ。昨夜のよりだいぶマシやな。そうね。こうなるとラーメンが欲しくなりますね。スープにひたひたになったメンマ、最高。食べたくなるから言うな。お玉さんが拾ってきたものも食べてみようぜ。どう調理しますか。ちゃんとアク抜きしたし、絶対美味しいはず。どれ。食感はいいよ。遠くから味がやってくるかと思いきや、来ないまま胃袋に消えちまった。まずくはなさそうで助かるよ。ごちそうさま。このまま寝られればいいんだけどな。手塚よ、キャンサーを無人島内に放流したわ。これを撃退しなさい。来ました、キャンサーです。Thank you.
も勝った。夕飯のおかげだ。私の集めた食材が戦いに生かされたようで何よりです。うわー疲れた。寝床もできたし、あとは休んで明日の夜にやってくる最後のキャンサーを倒したら訓練おしまいだ。でもずっと風呂も入れてないじゃん。ひたすら汗の上塗りで女子としてはありえないことになっちゃってるよ。お前の肌いつもすべすべじゃねえか。いや匂いがさ、匂い嗅いでみてよ。お前体臭ないのかってぐらい無臭だぞ。泉さんがルカさんの脇の匂いを嗅いで感想を言ってる。すごい光景を平然と見せつけてきた。一部のマニアにはたまらないでしょう。とっとと結婚せえや。私がガサツで育ちが悪いだけだわ。申し訳ありませんでした。何に謝ってるんだ。汗を流したいなら海入ってくりゃいいだろう。おっとナイスハッキング。海軍支給のマントのせいで蒸れまくっています。ご一緒させてください。おお、いいぜ。洗ったつもりがヌメヌメしてる。肌がピリピリして、かゆいかゆいかゆい。だから海水浴場には簡易シャワーがあるんだろうな。マッドハッキング。そもそもハッキングしてねえわ。このまま寝なきゃならないの。かゆいかゆいかゆい。愚かすぎるからな。あんなにヌルヌルしてたのに寝るのだけは天才だな。ユッキー。なんだよ。最高の褒め言葉をありがとう。けなしたつもりだわ。相変わらずメンタル鋼か。かゆいかゆいかゆい。いつまでかゆいかゆいかゆいってなってんだよ。ってこのツッコミも二度目だよ。無駄な体力使わせるなよ。あと一日、今日の夜のキャンサー倒して寝て起きたらおしまいか。ようやく終わるのね。寝床もありますし、あとはくっちゃ寝してればオッケーですね。そう簡単にことが進めばいいけどな。ねえ、赤い旗が漂着してたのだけど。はっ、それは手旗。それで信号が送れるんです。懐かしい。そんなもんあっても意味あれへんやろ。いや、これを使えばビーチフラッグスが楽しめちゃう。よーい、ドン。行くぜ。負けへん。手旗は渡しません。取ったー。負けたー。くそー。この私が負け、すみません。ここまでのようです。見ろよ、とことん見つめ合おうぜ。体力尽きてゲームオーバーだよ。もう動けねえだろ。できるもんならかかってこいよ。泉、自分な。なんだよ。あかん、
この喉の渇き、もう限界や。ミロ、かかってこれねえじゃねえか。水を一杯頼むわ。さーて、貴様はそれほど働いてるというのか。まったく貢献しておらんな。お預けじゃ。すまん、ここまでや。なんて死ぬんだよお前ら、スペランカか。水が荒れへんからやけど。石でも舐めてろ。唾が出て少しは潤う。そのろ過装置のために最初火起こしたのも相川のサイキックだろう。結構貢献してんだよ。そこを評価してやれよ。ちょっと休んだら元気出して食材探しに行きますか。ま、それ以外することもねえしな。食材を見つけなくては。元艦長の艦がこっちだと言っている。これは食べられでもするのだろうか。いざ、タケノコ見つからないね。花だけはたくさん見つかるけどな。これは根っこの部分だけ残ってる。これって食い荒らされた後に見えるんだが。まあめぐみん食いしん坊なんだから。一緒に寝とったやろ。ユッキーか、あんなにどら焼きたくさん抱えてたもんな。何の話だよ、私も一緒に寝てたわ。ということは。何あの大きな獣。イノシシさんです。突進してくる。セラフで倒したらルール違反なんか。ああ逃げるのみだ、撤退。なのがいたとはな。素手じゃ勝ち目ない。お前だけは包丁持ってるが、それでもあの大きさ相手ではかなわないだろうな。
このまま空腹で過ごさなきゃいけないの？とりあえず水分だけは補給させや。これはわしのもの！奪おうとするならその首筋を動脈ごとかっ切る！脱水症状を起こしそうです。仕方がないやつ、少し分けてやろう。なんで国見にだけは優しさ見せるんだよ。サイコキラーなら平等にサイコパスなキラーであれよ。元気出た！おれ！皆さんが大変なご様子！たまー、なんでもええ。水分含んだ食いもん見つけてきてくれへんか？そうだな。出ないと、今晩のキャンサー戦で負けちまう。了解です！イノシシには気をつけるのだぞ。これを持っていくか？いえ、野生生物を傷つけるわけにはいきませんので。だからなんで国見にだけ優しいんだよ。自分の娘か溺愛か、目に入れても痛くないか激痛だわ。イノシシさん出ませんように。来てくれるでしょうか？もし来なかったとしたら。いやいや、そんなネガティブではダメ。ハンドパワーで呼び寄せる。あ、水音！ハンドパワーで呼び寄せることができた。何かは知らぬが、そんなパワーで呼び寄せられると思ったか。あ、いえ、仲間に超能力者がいるものでして。ほう、人魚もいるのだ。そのような人間がいても不思議ではないな。ただわしは自分の意志で来た。だからお前の力など関係ない。ありがとうございます。ただの気まぐれだ。あの、一つお尋ねしたいのですが、人魚さん、人間に会ったことはありませんか？このわしがか？はい。ない。お前が初めてだ。そうですか。だからいらぬと言っておる。お前は話に聞く人間とは違うな。標準的だと思いますが。であったら昔とは変わったのか。人魚さんの思う人間とは？自分勝手な生き物だ。ひたすら相手を振り回して、自分が得になることになびく存在。同胞たちはその身勝手に付き合わされ、捨てられてきたのだよ。でもお前は違う。人魚は珍しい存在だろうが、老衰を目前としている今、時間を割いても得になることなど何一つない。なのにこうして毎日会いに来てくれる。変わった人間としか言いようがない。人間はそんな得することだけになびくわけではありませんよ。ほう、なんだというのだ。生きがいを感じる存在です。今人魚さんに会っているのも、人魚
て嬉しいなという喜び、それすなわち生きがいなのです。すぐさま心変わりするのが人間よ。私は艦長でしたが、乗組員のことを誰よりも大事に思い、今でも幸せに暮らしていることを願っています。私が不甲斐ないせいで戦いに敗れ、船は解体され、乗組員もバラバラになってしまいましたけど、今の仲間のことはどう思っておる？等しく大事です。つまり私の人生はどんどん大事な人が増えていっているんです。私の意識から誰一人押し出されて消え去ることはありません。記憶力にも自信があります。みんなもそうだと思います。だからこそ命を賭して戦っているんです。ほう、時代が人間を変えたか。であればまだ見込みはあるかもしれんな。あれだけ憎んでおったがな。素晴らしい仲間です。みんなにも会ってほしいです。今は連れてこられませんが。いい、お前だけで十分だ。人間も捨てたものではない。それが分かってよかった。最後にお前のような人間に出会えたこと、それを幸運に思おう。あの、私、明日になったらここを離れることになります。ほう、何かは知らないが、ここでやるべきことをやり終えるということか。はい。ではまた来るといい。絶対来ます。お別れはちゃんとしたいですから。うん。いくつも転がってたの。つまりつぼ焼きや。酒も醤油もねえから塩焼きだけどな。そういうお玉さんは？こんなものを手に入れてきました。やるやないか。なかなか豪勢な晩餐になりそう。サザエ、磯の香りが強いけど噛むと甘みが広がってくるな。歯ごたえもいい。サザエさん、バクバクいけちゃう。お前が言うと国民的キャラクター食ってる気がしてくるからやめろ。拾ってきた食材はどう調理しましょうか。とりあえず適当に盛ったらサラダに見えてきた。食べてみる。磯臭いけどそれなりにいけるよ。磯臭いけど繰り返されるとすっと手が伸びねえんだわ。なんか3日目ともなるとこういう素材だけの味にも慣れてくんのな。サバイバルに体が順応してきたみたい。だけど最後のキャンサーをやっつけてこのサバイバル生活にピリオドを打ってやらねえとな。そうね。うん。手塚、今日のキャンサーは難易度を上昇させているわ。体調が万全なら問題ないね。今までのサバイバル訓練の結果を
ここで出しなさい。さすが最終日、強敵を用意してくれたみてえだぜ。でも今ならやれる、愉快なサザエさんパワーで。エンディングじゃねえか、怖えわ。そういうこった、行くぜ。怒られるからな。これで寝て起きたらこの無人島での生活も終わりね。サバイバルスキルゼロのあたしらよくやり遂げたな。いろいろあったけど気持ちええな。最後は負けたのにその感情すげえな。
はいはい、寝て起きて迎えが来るまでがサバイバルだぞ。遠足みたいに言うな。せっかくだからさ、明日は早起きして日の出見ない？迎えが来るまで寝てたいよ。いいですね。無人島からの日の出なんて見たことないものね。きっといい思い出になる。最後ぐらいええんちゃうか。なんでまた私以外の意見が一致すんだよ。この現象に名前をつけてよ。クレイジーと同期現象でいいか。とっとと寝ないと見られないぞ。そうね、テントに入って休もう。せやな。おやすみなさい。持ったんだからもっと膨らませてくれよ。おい、起きろ、言い出しって。起きて、ルカさん。もう朝？夜明け前だよ。日の出を見るんだろ。そうだった！バチコーン！目覚めた！普段もそうあれよ。海から太陽が！ちっさいオレンジ、まるで電球やな。それが徐々に大きくなってくる。眩しさも増してきた。雲と海の色が一変していく。何や、この荘厳な光景。自分がちっぽけに感じるほどすごい。絶景ってやつだな。こんな美しい世界に生きていたのね。引きこもりじゃ気づけなかった。ワンダフー、世界はワンダフー。すっすげーいいもの見れたな。あとは迎えを待つだけだな。ようやくこの訓練も終了か。なんだかんだ楽しかったな。そのせいで何回もゲームオーバーになってたからな。それはユッキーの脳内だけじゃん。いや、すっげーリアルに倒れてたからな。どうした、おたまさん、そわそわして。無人島に誰がいるってんだよ。人魚さんです。ああ、ちょくちょくおらんようになっとったんはそいつと会っとったんか。はい、おいた。もうすぐ命が尽きる人魚さんです。でもあんな巨大なイノシシがいるじゃない、危険よ。それでもです、それでも最後に会わないといけないんです。約束をしたんです、ちゃんとお別れはすると。ふん、事情は知らぬが、このわしも連れて行け。力になる。そうだな、なぜかお前だけ刃物持ってるもんな。ありがとうございます。頼んだぜカレンちゃん。全員いなくなっても迎えがわからなくなるだろうから、私らは残る。うむ。では行ってきます。巨大イノシシのお目見えか。ここは任せていけ。でも刃物を扱わせたら最強よ。信じろ。ではお願いします。やる気のようだな。さて、どう料理してやろうか。
このわしを待たせるとは。すみません、途中イノシシさんに襲われまして遠回りをせざるを得ませんでした。そんな事情なんぞどうでもいい。心配するなと言っただろう。長く生きすぎて疲れているのだ。ようやくこの古びた肉体から解放されると言っていい。それよりお前はこの島で何かを成したのであろう。でもしょうもないことでしょうけど、一つの訓練を今終えました。あとは迎えを待つだけです。なら近づけ、そして頭を下げろ。こうですか？そうだ、よし、顔を上げろ。何かは知らんが、この島からの卒業、おめでとう。これは、首飾り？人間が好きだというやつを集めてみた。真珠、こんな高価なものもらえません！これから滅びゆく種に、それの価値など存在せん。持っていけ。はい。人魚さん、いちいち心配するな。もういくばくかで消えゆく命よ。あの人魚さん、私以外に人間と会ったことありますよね？言ったであろう。お前が初めてだと。会ったことなどない。その証拠があるんです。この島にあなたの彫像が。他の人魚に決まっておる。そっくりなんです、あなたに。たまたまだ。なら、なぜこの島を最後に選んだんですか？それはどうしてだろうな。自分にもわからない。ずいぶん朦朧してしまったものだ。その方は、彫像を残すほどに、人魚さんのことを愛してたんだと思います。このわしを？そうです。間違いありません。わしの仲間を廃人に変えた、あのような身勝手な連中がか。みんながみんな、そうではありません。あなたのことを思い続けた、一途な人間もいたんです。そして、あなたの彫像の涙を拭うと、人間と人魚さんの居場所をつなぐ扉が開く。そんなおまじないが、その彫像にはかけられていたんです。それが3日間この島で過ごして分かったことなんです。踊った記憶はありませんか？ああ、その彫像は待っているとでも言うのか？はい。なんと若かりし頃よ。なあ、アリシア、一緒に踊ってくれないか？私には足がないから無理よ。なら、椅子に座ってでいい。あなたがどうするっていうの？アリシアの手を取り、その周りをくるくる踊り続ける。それは一緒に踊っていることになるの？ならないか。でも僕は工芸家だ。いつか
車輪がついた自由に動き回れる椅子を発明してみせるよ。ずいぶんと時間がかかりそう。そうだね。うん、すごくかかるかもしれない。でも待っていてほしいんだ。その頃には私は忘れていそう。それが時間というもの。そうだね。でも僕はずっと覚えているよ。だってアリージア、君のことを。そうか、だからわしはここを死に場所に選んだのか。なんとなくで訪れたつもりだったのにな。何百年と人間と会っていなかったのにな。そうか、あいつがこの島にはいたのか、だからであったのか。なあ、お前よ。はい。触れてみてくれないか。わしはこの方、人間というものに触れたことがないのだ。こんなに暖かいのか、知らなかった。手だけではありません。体全部が暖かいです。なので体ごと預けてみてください。なんて暖かい。海中は冷たいからな。こんな暖かさ知らずに生きてきた。なら今たくさん知ってください。あいつもこんなに暖かかったのだろうか。はい、人間はみんな暖かいです。そうか、このぬくもりに仲間はみんな惹かれ、焦がれたのか。こんなことを今、ようやく知るとは嬉しいのか、悲しいのか、それすら、もう、わかる。人魚さんの方こそ立派にたくさん行きましたね。この島からの卒業おめでとうございます。お疲れ様。サバイバル訓練終了よ。精悍な顔つきに変わってるだろ。特にはダセーな。おい、体力保持に失敗してキャンサー戦で不覚を取ったわね。サバイバル訓練中は生存するための行動以外は控えなさい。極限状況下はストレスがたまるから多少の息抜きは理解できるけど、あそこまで奔放に動くなんて常軌を逸しているわ。本当だわ。私の最大の突っ込みどころを的確に言語化してくれて泣きそうだわ。楽しかったのに。よって再訓練を命じます。基地内での座学と無人島での再訓練よ。またやれっての。楽しかったんだろ。達成できるまで続けてもらうわよ。おい、タマ、どないしたんや、そのネックレス。ん？もらい物ですけど。待って！それって真珠じゃない？しかも大粒揃い。これはうん十万はする代物だぜ。誰にもらったんだ？人魚さんです。
てもファンタジック。そんなものを受け取ってたらそのファンタジック信じちまうじゃねえかよ。でもそういうのは基地に入る前に没収されるんじゃない？まあな。そんな。でも一粒ぐらいなら手の中に握ってりゃバレねえよ。それはこの首飾りを切ってしまうということでしょうか？もったいねえけどな。それで一粒でも持っていけるならそうします。そして残りの真珠はこの海へ返したいです。タマがそうしたいんやったらそうしたらええんとちゃうか？はい、そうしたいです。せやったら派手にばらまいたれ。はい、派手にばらまいてやります。この星のすべての主に幸あれ。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったら